インターネットレディオ Good Air ドコン熊本大分佐賀長崎福岡宮崎鹿児島県九州トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3 こんにちは。2時間に1本動画更新でお届けしています。どうも中村健太郎です。さてこの時間は熊本弁講座お届けしていきます。さて今回ご紹介する熊本弁なんですけれども、まあ子供にねやっちゃいけないことをやっぱどうしても子供ってしてしまうわけですよ。僕も補導員やってますから、まあ補導員ってこう導く歩道の道ですよね。で補うっていう字を使うわけです。だからまあ誰でも間違いは犯すわけですよ。子供にしろ大人にしろね、そこを、まあ、違うよそうじゃないよ間違ってるよって言ってこう元に戻すのが補導員の仕事だと思っているんですけれども、子供にダメだよっていう時の熊本弁、これが今日ご紹介したい言葉、でげんです。熊本弁でですね、ダメだよっていう時にはでげんっていうんですね。せやんこしちゃでげんというふうに言うのが熊本弁で言うところのダメに当たります。まあまあせやんこしてかんなことででげんって言ったでしょうが、なんででげんっていう言葉すっとねみたいな感じで、おそらく熊本に遊びに来られて子供と一緒にいるお母さんとかお父さんが言ってる姿を見ることができるんじゃないかと思います。結構どこ行ったって聞くんじゃないかな、でげんって言ったでしょうがっていうね、そういう言葉を使うでげんでございます。まあ you can't でございますね。これがでげんという熊本弁です。僕も子供の頃からねやっぱり言われてきました。たくさんね、せやんこすとでげんってね、まあ悪いことをしてしまった時もありますし、なんだろう、間違った道に進みそうみたいな時にはせやんこすとでげんってよく言われたなっていうのをなんとなく思い出しましたね。なんかそのダメって言われるのとちょっと違うんですよ。ちょっとねあったかさがあるっていうか、お前のこと考えて言ってんだよっていう感じがすごくね伝わってくる言葉、これがでげんですね。やっちゃいけないことはやっちゃいけないんだと、でげんことはでげんしちゃならんみたいな感じで使うのが熊本弁のでげんでございます。結構ねまあ各方言にこのあったかさっていうのがいろいろあると思うんですけど、熊本ってやっぱりその教育の中で後席とかもそうですけどね、ちゃんと使ったものは戻すとか、開けたドアはちゃんと閉めるとかっていう、まあ、この僕の最後のエンディング後席って やらせてもらってるわけですが、まあ、この熊本弁の中にいっぱいね子供たちにこう何かを伝えたりとか教えたりとかする言葉っていうのがたくさんあるっていうのがいいなと思ったりとかしてしまいました。まあ、そこにこのなんか昔からね、教育に携わる人もいるだろうし、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんっていうのが子供たちにいろんなことを伝えて教えてきた文化が熊本弁なのかななんていうふうに思ったりとかしているところでございます。というわけで今回はでげん、この言葉をご紹介いたしました。ぜひ子供を叱るときにね、熊本弁じゃなくていいです。でげんって使わんでもいいですけど、なんかいろんな言葉があると思うんですよ。ダメだよももちろん悪くはないんですが、なんかその子に響くね、なんかあったかい言葉をぜひ皆さんかけてやってもらえればなというふうに思います。いつか熊本弁が日本の共通語にということで、お相手は中村健太郎でした。あとぜき薩摩ジャパン TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは、ゼウスシャレです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。鹿児島の YouTuber、薩摩ジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、薩摩ジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日まで撮ってます。鹿児島の魅力や観光地をお伝えできればなと思っております。はい、これぐらいいやー冬の花火っていうのもいいもんですね。おお、揺らしすぎでしょ。くそらー、くそらー、もう
ドラえもんだよ。ドラえもん。ドラえもん。何そのキャラ。何そのキャラ。Thank you for your listening. Good Air Dokkan. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますのでぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方こちらをご覧いただきましてメッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますからどうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Good Air Dokkan. Your listening station is Good Air Dokkan. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.